お昼ゆこのゴーダッ隣の晩御飯やっていくわよ。このゲームは刹那の見切りライフのゲームね。違う点といえば横にスライドしながらクリックするって感じよ。ちなみに私はちゃんと桃玉さんの方でもやってるわ。ということで長ネギいただき、ヨウムちゃんありがとうね。ということで次はおはぎね。ちょうど辛いもの食べたから甘いものはありがたいわね。ということでごちそうさまです。霊夢ちゃんありがとね。そろそろ旨味の強いものが食べたいわね。と次はキノコかしら。キノコは煮物とか好きなのよね。茶碗蒸しに入ってる出汁の効いた椎茸とか美味しいわよね。ということでごちそうさまです。蓬莱とか食べちゃって不老不死になろうかしらっていうのは置いておいて、今度は焼き鳥ね。いい匂い、タレも塩も美味しくていいわよね。桃、皮、練馬、レバー、ぼんじり、よだれが垂れてくるわね。と次は、なるほどなるほど、やつめうなぎのかば焼きね。かば焼きはあの匂いがたまらないわよね。焼き鳥もいいけれどかば焼きも捨てがたい。目の前で焼かれるあの音、香り、熱気、両ムーお米持ってきて。ちょっと待って、小骨が、スズメは小骨が多くて嫌いなの。だけどこれでお腹いっぱいだわ。みんなもいろんなもの食べてみてね。ゆりこ様しっかり実況してください。皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いします。皆さんもぜひ遊んでみてください。それとゆりこ様これご飯ありがとね。